悪くはないんだけどね。うん。うん。最近やっと慣れてきた感はありますね。そう、慣れてきた感ある。あゆたろうチャンネル。何？今回のシステムなんですよ。あ、それ？それのシステムはね、クラッシュジェネレーターっていう、ここのくぼみが、うん、よりシナリオ、ねじりを増すらしい。ねじり？ねじり。で、ここがなんだっけ、まあ、昔からあるらしい、なんか。へこんでるやつ。ドライブ、なんとか。レコーダーじゃなくて、ドライブレコーダーじゃなくてなんだっけ。聞いてください、皆さん。はい。そう、なんか今日寒いな。本当にね、今日体育館撮ってたの。うん。ね、その時、ここ、テニスコートついた時は、はい、いや、降ってなかったじゃん。知らないもん。僕来た時はこれだもん。そう。で、体育館キャンセルして外撮ったら雨降ってきやがった。着いたら雨降るってあられだよ。どうすんの？だって雨男だし。いきなり濡らすのこいつ。それはかわいそうな気がするよ。お金を払ってしまった。お金払っちゃった。いやいや、これ後期だから後期。ああ、なるほどね。だっていいことしかなくね。ピンチを待ってた。だってあのいつものさ隣のバスケのダンダンって音入んないし、誰もいないし逆。あ、ボールをね、もう横に打ってもいいし。そう。それめんどくさいけど。こっちとこっちでラリーできる。こっちしかできないんだもん。12面撮ってみたっていう動画撮れるよ。だから1万2000円払って全面1万2000円で貸し切れるんだねこの時間。確かに。で2時間1万2000円。このこっちとこっちでこうやってラリーする。じゃあ2円でいいよ。じゃあそうだ。いや一応ね全面撮った方が誰。いやでもねそもそも俺迷ってんのも何がですか。昨日この動画だし昨日っていうかまあこの動画がいつ上がるか分かんないんだけど、このもらった初日にね、はい、打ったんですよ、うん、やっぱ全然違うと思う。70、80で。そう、でもこっちの良さもあるしこっちの良さもある。おお、こっち楽なんだよやっぱ。楽ですかね、これでしょ。まあ緩いっていうのかな。ストリングもまあ変えてないからねずっと。え、何違いは分かったんですか。違いはだからまあストリングが違うっていうのはちょっと問題なんだけど、はい、とりあえずこの時点での違いは、うん、やっぱあのねこっちのブレがないちょっとたまに。だからあの意外とこれ打った後にこっち打つと、スバル君とシングルスやった時にね、はいはいはい、多分軽くストレートにじゃああそこ狙いますって言ってパーンって打った時に誤差のアウトがあるんだよ自分狙ったって。ああ、ギュッて、ああうわみたいな自分で入ってる感覚なのにっていうのがこっちはない。ああなるほどね。あの、はい、入ってくれるちゃんと。ああじゃあイメージ通りなテニスはできるんですね。うん、できる。だから狙ったところにしっかりバシッといくっていうのもあるし、あと結構思い切るってもやっぱバシッとそう入ってくれるけど、うん、疲れるちょっと俺楽しすぎたんじゃないの。やっぱ緩いガッツのガムゾーンのジオブレイク 70S っていうのはね最高だね。最高だった。だけ切ったテニス。楽な気吹くんじゃないですか。楽なんだよな。こっちはね結構もううっうっってやったんですよ。それの感覚戻したらいいっすよ。エアラスダッシュ箱、うん、俺がエアラスダッシュが好きって言ってるから。フュージョンレブだっけ前使ってたもらったやつ。これ黒の黒ピンクの。あれフュージョンレブだっけ。あれフュージョンレブ。フュージョンレブやっぱさ違う違う足が長き切ってるの多分。足が長き切ってるね。そうこれはね最高。広がってんじゃん。 4E でしょ結構。なんかこれワイドかな。そうワイドのやつだから。あ、違う、あ、2かこれ。でも昔からエアラスダッシュだから俺。そうそう。フュージョンレブはさ、あの、違い言っていい。フュージョンレブってさ、はい、ここが緩まないのかって。あ、分かる、ここくっついてんじゃん。あ、全部くっついてるよ、一体型よ。そう、だからあの、紐をこうやって俺やりたいの、終わった後とか。こういう感じ。ああ、だから引っ張ったか、足がだらけ切ってるなっていうの。これで血行が良くなるの。なんだいい。これさ、キュッとした、フィット感はいいよ。はい。フィット感俺いらない。フィット感あると思うけど、フィット感大好きだから。そうだね。俺違うじゃん。こういうの嫌いじゃないですか。ザ・パーカー。そう、もうダボダボ大好きじゃないですか。パーカー好きじゃん。はい、エアラスダッシュ履いたんでやります。やります。なんだこれ、いる？これいるいる、全部使う、この。全部使う？このくだり。あゆたろうチャンネル。あのね、カメラ伝わってないけど、めっちゃ小雨なんだよね、今。カメラ大丈夫かなって感じだけど。どうも、あゆたろうチャンネルのあゆたろうと、ベニャンです。よっしゃーす。すごいよ、今日誰もいない。雨だからね。そう、雨だからね。さっきも言ってたように、迷ってんのよ、こっちとこっち。70、80、喜んで。そう。電話番号でありそうだけど悩んでんだけど、今日はちょっとレンにも一回打ってもらいたい。今日はこれとこれをね、はい、よく吟味していこうかな。打ち比べ。でもこれ俺のためによる動画だから、うん、後で動画を見返して、あ、こういう飛び方してんのかなってみんなに向けた動画じゃないから俺がマジ悩んでんの、どっちにしようか、はい、分かって、この気持ち。そう、たまたまします。いや、これによってね、変わってくるからね、運命が今後のね。そう、パートナー探しよ、今日。どっちの女性が好きか。だから昔からずっと愛した女をこれか
ガシャした女を切って、うん、こっちの ね、 新規のね、新規の女に行くか、うん、まあクズの話してるあゆ太郎チャンネル。まずね、サーブからちょっと打ち比べしていきたいと思います、はい、これ昨日ちょっと打ったんだけど、サーブ、うんうん、サーブめちゃくちゃいいの。いいんだ。いい。どっちも入る。上も下も下打ってないまだ。下打ってない、はい、ただ今日雨だからそっかダメな気がする。上はいいんだよね。なんかすげえ、なんか70の方だと押さえてる感がね、ちょっとサーブを、うん、飛んじゃうから。うんうんうん、これだとなんかね、別に変にこうトップスピンっていうか、まっすぐ当てただけでこうパーンと収まってくれるっていうの。そう、だからちょっとね、まあこれを分析しながらサーブしていきたいと思います。あゆ太郎チャンネル。ジオブレイク 70S から打っていきたいと思います。はい。飛んじゃってんね。わかる。なんかこの、うん、だからこうなるのが嫌で結構トップスピンをかけるのよ。はいはいはい。こういう感じね。まあ、悪くはないんだけどね。うん。まあ、でも最近やっと慣れてきた感ありますね。そう、慣れてきた感ある。サーブね、ちょっと意識するようになったからね。うんうん。なんか同じ力の感じで打つから、今これ思い切り打ってないんだけど、うんうんうん、もう脱力感でこの振りだけで。あれ、いいな。うん、良くなってきたね。あゆ太郎チャンネル。じゃあ次、あの 80S の方で打っていきます。はい。打感が違うから。音違くね、全然、うん、全然音と打感の感じ違う。はい、コース。やっぱ硬いね、ちょっと。うん、いや、見てても硬そう。硬そうだよね、うん、だからちょっともうちょいパワフルに打っていいってことなんだ。そうですね。だ、寄ってスピード感は増すんだろうね。まあね。あー、いい。もうちょい高いとこか。はい、さあ全部あそこじゃん。高いとこから。はい、さあ。いい。いいなぁ。迷うなぁ。あゆ太郎チャンネル。はい、じゃあまず、ジオブレイク 70S の方からストロークしていきたいと思います。楽なんだよね。上今脱力してるからね。もうだってグリップがずれるから今力抜いてる。いいなぁ。おい、あ、こうやって気合い入った時にこれこやっちゃう。よくあるんだよ、こいつ。おい、おい、あれーって気合い入れた時にね、見せるの多いんだよ。力を抜いて、はい。あゆ太郎チャンネル。はい、続きましてジオブレイクの 80S でストロークしていきたいと思います。どうどう。収まるんだよ、絶対。マジで1球目でこっちじゃんと思います。マジで。でもなんか、なんマジか。嫌なんだね、なんか腑に落ちないんだよね。ガシーンくるんよ、ガシーン。これの場合はなんかね、気づいたらボールがいってる感じ。ビヨンドだよ。お、収まるんだよ。え、気合い入れてて。あ、気合い入れて。あ、気合い入れると短くなる。いい音だな。音いい？音めちゃくちゃいいっす。サイズね。ちょ、皆さん決めて。投票。投票する？俺にどっち使ってほしいか。投票もんだよ、これは。投票もん。自分じゃ決めらんねえ、これ。これは80。でもこれ使えってなったら使える。もうこれしかないよって言われたら。でも今選択肢が2つあるから。
さんどっちがいいかコメントください。あゆ太郎チャンネル。よっしゃ。よっしゃ。結果投票にします。うん、自分じゃ決めなかった、ね。決めらんない。うん。あとね試合とかしたいのいろいろちょっと。ああ。ちゃんと。そうね。それ次第だよね。確かに確かに。実戦感覚が大事だもんね。そうそう。このやっぱ緊張した場面でどういう飛び方をするのか。うん。知りたいからちょっと、うん、皆さんよろしくお願いします。はい。じゃあ終わりたいと思います。この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。それで次回の動画でまたお会いしましょう。バイバー。街を抜け海に出たら月はどこを目指そうか。僕らはまた出かけよう。愛しいこの世界を。空は青く澄み渡り海を窓から見下ろす街並みはさ